じゃーん。はい。これらが私のバッグの中身、愛する者たちです。よろしくお願いします。はい。こんにちは。山口智子です。今日は私のバッグの中身を紹介させていただきます。今日は仕事に基本的に行く時の私のすべてのアイテムですね、あまりに多くてあまりに重いのでこの車輪付きのこれを愛用してます。ガラガラ引っ張ってそれにこれを乗せるのがちょうどいいバランスなので、まず仕事で私が必ず必要なものは扇風機ですね。風が好きなんですよね。風があることで、はあ、心地いいって思うことが自然ないい表情のもう基本ですよね。風にいつも助けられて撮影は進んでおります。でも元陸上部なんですけど、なぜ陸上部だったかっていうと、走って顔面に風を受けることがすごく好きだったので、風はなくてはならない存在ですね、私にとって。あ、これはもう最低限のメイク道具ですね。私がなぜこんなに荷物が多いかっていうと、どんなところでもどんな時でも自分一人で最低限、まあ、生き抜いていけるあらゆる必要なもの入ってます。これは違うタイプの扇風機の風ですね。これはなぜいいかっていうと、 USB でケーブル充電できない時に電池式、そうですね、私のこの持ち物のテーマはサバイバルですね。で、温度変化にものすごく敏感なので毛布ね、虫よけ対策で、暑がりなのでシャツクール的な衣類を冷やすもの、欠かせないのが両面テープですね。ちょっと開けて自分のサイズのところで両面テープで処理したり、裾を上げたり、これはあとハサミとかいろんな安全ピンとか、これなんか昔のモデル時代からのちょっと名残ですよね。こう全てに備えるという、自分で自分の身を守る、その中でもふふふって幸せな顔をできるように自分で自分の身を守るための意識、基本的にスタイリストさん用意してくださるんですが、もしその場にスタイリストさんがいなかった時必ずもしもを考えて、まあ性格でしょうね、石橋は500回ぐらい叩いてから渡る人間です。レッグウォーマーですね。コーチもものすごいこまごま好きなので、ウズベキスタンあたり のアーティストの古典的な柄、これはもうまあ最低限の歯ブラシセットと、あと時計、絶対時間を必ず守りたい人間なので、時計を置いてメイク時間とか準備時間とか確認するように、あとはもう癒されるグッズですね。こっちはもうこういうもの、こういうもので待ち時間こういうの、これも古典的なこういうものが一番、まあ、やっぱり安心しますよね。癒されるということにすごいこだわってるんですけどこれ触ってむちゃくちゃ癒されるの大好きなんですよね。ちょっとクマさん的な、ブラックパンサー的な、どこに行ってもこれが、まあ、クッション代わりでこういうことができるので、触って気持ちよくクッションになりつつ、一つのものにたくさんの機能が備わってるっていうのは本当に素敵だなと思いつつ、そういうものをいつも探してるんですけど、この気持ちいいバッグはコス、こっちもいっぱい入ってますね。ウルトラライトダウンも一年中夏でも欠かさず持ってますね。寒さ対策でいうと、薄い生地のこの優しいコインストールは本当に欠かせないですね。これも首に巻いてるだけで幸せになる。ネパールで少し買いだめした、本当に自然 染めとか素材とかそれ自体にパワーがあるんですよね。だからその合間にこういうものに触れさせていただいたり、に任せていただくことで本当にパワーをいただいてます。特にこの10年ぐらい、リスンっていう世界の音楽を追う音楽ライブラリーみたいなプロデュースさせていただいているので、ライフワークとして、だからこの10年間の旅へという日々を送らせていただいたので、その中でやはり自分自身でサバイバルしていくっていうのは、やっぱ旅で学びますよね。次はエコバッグは1個じゃ足りないので、買いだめするので最低2個ぐらいは
で、こういう撮影の時でもちょっとしたアクセサリーとか何かふざけた気分を追加したいとか自分らしさを追加したいって時に何か加えられるように最低限のちょっとしたイヤリングとか、こういうねせんべいのイヤリングとかね醤油のりせんべいなんですけどね、せんべいのイヤリングとかやっぱり私にとっての象徴、サバ生き抜くために必要なこの握り飯とかね。でこう仕事終わってちょっと夜夫と待ち合わせて食事なんていう時、ちょっと気分としてデート気分を盛り上げたいなと思う時にはやっぱちょっとなんかアクセサリーを追加したりして、昼の顔と夜の顔を分けて生まれ変わるようにしてます。1日2回せめてね、このぐらいしないと見慣れた生活感のある顔だけじゃ申し訳ない夫に対してと思うので、夜のちょっとした素敵な闇に入るでしょう。こういうものとかね、これもネパールで買ったちょっとチベット風な柄のストールですね。ちっちゃい入れ物で本当こだわりはこのガマ口型っていうのがものすごいハマってて、ガマ口型は全て片手で済むので、せっかちな私にはガマ口型、胃薬とか頭痛薬と最低限の薬とサプリと、あ、これもこれ旅先で見つけてめっちゃハマって、これすっごい気持ちいいんですよね。また癒されグッズですね。こうちょっと意外があって出てて、これをゴロゴロするとすっごい気持ちいい。開けるとまたこれが気持ちいいんですよ。これがイガイガしてて、この指をこれに通すとすごい気持ちいいんですよね。これ気持ちいいんですよね。これ旅先で見つけて20個ぐらい買いましたね。ギリシャの島で買いました。あとはもう一つこだわり、私は飲み物ですね。もう水筒はなくてはならない。でこれはカメラのレンズバッグだけど、これはやっぱりカバンもこう街があるものが大好きなので、今日は4種類、これはソイラテが入っていたもので、これは酵素ドリンクが入ってて、これはあったかいルイボスティー、これは普通の水、大体4種類ぐらい味が欲しいですね。またガマ口型ですけど、バッテリーですね。ちっちゃい歯ブラシセットですね。これマリメッコかな、マリメッコ大好きですね。本当に最低限いつも近くに持っていくもの、貴重品が入ってる。これアルコールと最軽量傘、こんだけ荷物多いので軽量ってことはすごいこだわってます。一個一個携帯、あ、この恐竜もちょっと最近気に入ってる。これちょっと肉球を触ると気持ちいいって感覚あるじゃないですか、猫とかワンちゃんとか、あれに近い心地いい可愛い恐竜。アナログの手帳派なので、私の人生の全ての予定がここに書き込んであります。あと違うタイプの扇風機、これがいいのは、ここに襟のある T シャツみたいな時はこれをかけとくと、まあ、これで自分でこう両手が使えるという、顔に風さえあれば大体どんな困難も乗り切れる。でこれも本当にオーガニックコットンの心地いいハンドタオル、最低限の現金だけ入ってるお財布、もうね、葉月ルーペ、風水的にちっちゃい鏡を常に持ち歩くとなんか開運するってどっかの雑誌に書いてあったので、ちっちゃい鏡、ハワイのなんか神聖な海の砂のお清めの砂、眉毛が本当に薄いのでアイブロウペンシル、リップ、リップはシャネルのなんか薄いピンク、まあこの色見て癒される色だ、薄いピンクが好き、ちょっとパープル、薄いパープルピンク、私すごくムーミン好きで、フィンランドに行ってムーミン博物館フラッと入って本当に感動したんですね。トーベ・ヤンソンさんのその原画とか、可愛いキュートなイメージというよりはどちらかというと闇をテーマにして、その冬とかなんかそういうこう不思議な誘い込まれるような原画の世界がすっごく素敵だったので、それ以来ムーミン大好きになって、ヤンソンさんの白と黒だけで描かれた鉛筆で
細かく描かれた原画はすごいかっこいいです。でほとんど終わりました。こんな感じです。じゃーん、はい、これらが私のバッグの中身、愛する者たちです。よろしくお願いします。今、はい、今日は私のバッグの中身を紹介させていただきました。皆さんも楽しくサバイバルしましょう。毎日毎日ありがとうございます。ボーグージャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。さよなら。よいしょ、ありがとうございました。